いつもの京都のくら寿司さん行ってまいりました。普通にランチ食べてきたんですけれども、最近この肉の、寿司が割と好きでございまして、イベリコ豚なんかから始めて、これ企画ものの厚い、鯛ですね。これもこれ美味しかったです。非常に今200円しかするんですが、で茹でガニっても半生なんでね、非常に美味しかったです。でこれがローストビーフかで、ウニも当たり外れあるんですが、今日は当たりでございましたね。でブロッコリーのサラダ、これはいつも、食べます。で生エビ、これで、ね、炙りがあったらよかったんですけど、なんかこの日炙りなかったんですよね。で、これも、ね、トロテッカ食べたかったんですけど、これ普通の、テッカ巻きでございます。で、これがこれもいつも食べる茶碗蒸し、定番でくら寿司の茶碗蒸しは非常に美味しい。で天ぷら、エビの天ぷら、これ寿司のやつと全く一緒なんですよね。ご飯がついてようがついてまいが同じ100円だ。この前2枚に一品比較したんですが、でこれが、エビマヨの、シャリがなんか大根になっているみたいなやつなんですけど、やっぱご飯の方が美味しいですね。ということで、それではまた明日です。ありがとうございます。